こんにちは、松本えなです。今日は私の家のクローゼットからのお届けしていこうかなと思ってるんだけど、今日の企画は私のリアルな1週間コーディネートやっていきたいと思ってます。なので、早速まずは月曜日からやっていこうかな。月曜日は確か終日会社でミーティングとかしかなかった気がするから、何今日かな。あ、これいいね。これすごい今の気分。うん、このジャケットにデニムも可愛いよね。で、小物白とかバッグと靴白で合わすのも可愛いから、ちょっとマリンっぽい感じで月曜日は決まり。次火曜日なんだけど、火曜日は確か撮影の日だった気がするから、楽したい、とにかく楽したいから、これでいいかな。会社一番楽なやつ、ツーウェイオフショルダーワンピース。これはもうめっちゃ楽だから、撮影の時はもう大体私これ着てるから、これに決まり。はい、じゃあ次が水曜日で、木曜日がいつも企画デーなんだけど、今回ちょっと学校行事が入っちゃったから水曜日が企画デーになったので、会議ですね。会議の日これしようかな。もう最近とっても気分のこの SS のペイズリーのトップス、これかわいいよね。このトップスね、YouTube のさ、社長に1日密着企画っていうのを最近やったんだけど、それのインタビューの時に私がね、この服を着てたんだけど、すっごいね、問い合わせ来て、めちゃめちゃ人気のトップスなんだよね。これめっちゃ可愛くて、でデニムとかで合わせても可愛いんだけど、でもベージュで合わせてもすっごい可愛いし、この感じもいいでしょ。だし、でもやっぱり私はね、このブルーで合わすのが好きかな。このくすみブルーで、このちょっと水色が今気分だから、このブルーブルーな感じで合わせるのが、これ一番可愛いよね。水曜日はこれにします。で、次が木曜日。木曜日は学校行事があるから、ちょっともう綺麗めな感じでいきたいと思います。で、受験の時はもう本当にネイビーしか着なくなるから、今は結構学校行事ぐらいだったら私はベージュを着ていくことが多いです。で、そうね、でもやっぱり綺麗に見えてきちんとかも絶対出したいから、上は結構ね、不白でちゃんとしたシャツ着ていくことが、多いかな。なのでこの日もなんかこんな感じで、前にしっかりボタンがついてるタイプのシャツで、ちょっとデザインは入ってるんだけど、そんなに硬い行事じゃないので、こんな感じでいきたいと思います。次が金曜日で、金曜日は基本的にスタイルミキサースタミキの日なんだけど、何にしようかな。これに、そう、木曜日がさ、結構きっちりかっちり、こうちょっときれいめな感じだったから、ちょっと遊びたい、遊んだ感じがいい。でバロックはちょっとやっぱさ、若い子が多いのよ。だからあれから負けないように、このぐらい派手にいっちゃう。いいよね、負けないように、若い子たちに。でも可愛いと思う。これでいきたいと思います。金曜日決まりです。で、次が土曜日。お休みの日だ。お休みはきっとね、子供たちとちょろっとお出かけに行ったりすると思うので、基本ゆるくて楽なやつがいいな。これ高橋愛ちゃんがね、最近ブランドを始めたらしいんだけど、ギフトで送ってくれたの。ありがとう愛ちゃん、かわいいよね。これゆったりしてるし、ちょうど良さそう。これに、ワンピースで着てもかわいいんだけど、ちょっとこの辺のシアーなパンツ、この感じも可愛いよね。出るかな、下からパンツ。ちょっと着てみようか。これも良さそう、楽そうだし、可愛いし。これに決まりでーす。で、次日曜日。ラストじゃん、長かった。意外と日曜日は
確かファッション系のお友達とねランチに行く予定だったと思うので、なんかちょっとこのアシンメトリーになってるタンクトップ着ようかな。なんかやっぱファッション系のお友達と遊ぶときはなんかもう自分も結構ね自由にあの洋服遊んだスタイリングとかちょっと素材で攻めたりとかして盛り上がりそうな感じのスタイリングっていうことが多いんだけど、この感じも絶対可愛い。いいよね、これすごい可愛いよね。これにします。日曜日これでお友達とランチに行きたいと思います。はい、でこの色はこんな感じです。このスタイル私すっごい大好きで、あのこのボタン大きめ の、 あのジャケットをトップスとして着てるんだけど、ボタン大きくてちょっとマリンっぽく着こなしても可愛いかなって思ったので、小物を白にしてちょっとあのマリンっぽい感じのスタイリングを作ってみたんだけど、ジャケットでちょっとカッチリしてるのでデニムでちょっと着たいなと思って、あのあえてちょっとカジュアルのものと合わせてバランス取ってみました。あとなんか夏にこの白いブーツ合わせたりするスタイルすごい可愛いなって思ってるので、私よくするんだけど、ぜひ皆さん真似してみてください。はい、もうこの日は私の楽楽楽ちんコーデです。もうねこの日は撮影しかないから、もう脱ぎ着しやすいめちゃめちゃ楽ちんなめっちゃ可愛いこのワンピースに、スタイルミキサーのこのサンダル、ブラックのサンダルにエコバッグな、こんな感じの楽ちんスタイルになります。でこのワンピースすっごい楽ちんで脱ぎ着しやすいし、あの着心地もすごい良くて、私めっちゃ使ってるんですけど、もう楽なだけじゃなくてやっぱりちょっとこうオフショルダーにしたりもできるし、見た目もすっごい可愛いのでめちゃめちゃおすすめのワンピースになっています。トゥルン、こんな感じです。トゥッチュルー。はい、この日はもうあの今すごい気分 の、 あの水色で、あのほんとワントーンで合わせたスタイリングなんだけど、このトップスがあのオリジナルのペイズリーの柄でめっちゃ可愛いので、ちょっとあのきっちり感もあるので、打ち合わせ続きの日はこういう感じでスタイリングしてみました。であのカッチリしすぎるのもどうかなって思ったので、ちょっと足元はあのスニーカーで合わせています。でスニーカーで合わせててもカジュアルになりすぎないように、逆にちょっと洋服とかバッグとかはあの綺麗めで大人っぽい感じで合わせてみました。で私がちょっと綺麗めに見せたいなっていう時だったり、あと学校行事の時とかにするスタイリングがこんな感じです。お受験の時とかは結構やっぱネイビーをもう本当にたくさん着るんだけど、そんなにカッチリしなくていい時とかは結構私はベージュを使ってこういう綺麗めなスタイリングもよくするんだけど、あのプリーツスカートとかはあえてインして可愛い感じでコンサバっぽく着るっていうよりかは、私はこうシャツをあえてアウトしたりとか、あとトップスにモノカを持ってきたりとかして、ちょっとファッションな感じでプリーツスカートとかも使うことが多いです。やっぱりあの行事ごとなのでそんなに派手にはしたくないから、あえてトーンは全身ベージュでちょっと優しい感じでまとめてみました。はい、この日のスタイリングが元気はつらつグリーンコーディネートです。このねスカートがあのクラネの新作なんだけど、細コーデュロイ の、 あのマーメイドシルエットのハイウエストのスカートになっていて、ちょっとあの細コーデュロイでウエスタン要素入ってるので、もうあえてねバッグもこんなフリンジのめっちゃ可愛い派手派手、もうどうせならね派手でいっちゃいっていうことでフリンジバッグ合わせています。であのグリーンなので、あの結構やっぱり色もうまとめてあげないと本当にすっごい派手になっちゃうから、あえて小物はちょっとベージュで、なんかあの合わせてもこう馴染むようにちょっとちまちました感じの、これもクラネの新作のタンクトップと合わせたんだけど、まあ、こういう感じでまとめてみました。はい、でこの日は休日ということで、私は結構休日はもうゆったりラフな格好が多いんだけど、楽で普通すぎるのは嫌だから、あのあえてこの日もちょっとクラネのシースルーパンツ、これもねクリームイエローでめちゃめちゃ可愛いんだけど、で合わせています。で白とクリームイエローだったらちょっとぼやっとしちゃうので、小物はちょっと濃いベージュブラウン系で合わせています。であのストーンとした感じのスタイリングで結構シンプルなので、こういった透け素材のアイテムだったりバッグでこうちょっとデザインが入ってるものを入れることで
なんかちょっとこうスタイリングがちょっと可愛くなるので、そんな感じで合わせてみました。はい、この日が、友達とランチということで、結構今私がなんだろう、気分のものを自由にスタイリングして組んだスタイリングなんだけど、久しぶりにヘアバンドつけたらめっちゃ可愛いって思って、めっちゃ気分上がり中、今上がってます。で、スウェードのベスト着ると結構ウエスタンっぽい感じになるんだけど、なんかウエスタン感出しすぎたくなかったので、ザローのヒールとボッテがちょっとモード感あるバッグで、ちょっと綺麗にまとめてみました。で、色はもうワントーンでスッとした感じのスタイリングなんだけど、この中に着てるタンクトップが、これクラレの新作なんだけど、すごい良くて、ちょっとやっぱ脱いだ時とかアウターの中に着てる時もやっぱ一癖ってすごい可愛いし、こうやってさ、羽織った時にちょっとワンショルダー着てるみたいに見えるところもすごいいいなと思って、普通のタンクトップ着るよりもやっぱりちょっとこういうあんまり見えてないところまでこだわってあげるのがポイントかなと思っております。はい、ということで私のリアルな1週間スタイリングいかがでしたか。私はもうね、プラネの AW の商品とかもちょこちょこ届いてて、もう合わせたりもたまにしてたんだけど、もうね、7月もすっごい可愛いお洋服たくさん入ってくるので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで今日はこの辺で、バイバイ。